こんにちは、セイラです。皆さんは村田製作所が業界最大容量の MLCC を発売したことはご存知でしょうか。 MLCC とは積層セラミックコンデンサーのことです。コンデンサーは重要な電子部品の一つで、シンプルに言えば電気を蓄えたり放出したりする電子部品です。逆に絶縁する働きもあります。積層セラミックコンデンサーは小型でありながら容量範囲が広く、非常に優秀なコンデンサーとして有名です。今回はそんな業界最大容量の積層セラミックコンデンサーを村田製作所が発売したというテーマにフォーカスしていきます。村田製作所が車業界最大容量 MLCC をついに発売。村田製作所は車載機器に向けた積層セラミックコンデンサーを発売しました。新製品の型番は GCM31CC71C226ME36 で、最大の特徴は静電容量が22マイクロファラドと大きいことです。村田製作所は定格プラス 16V、3216サイズの車載用 MLCC では業界最大の静電容量を達成したとコメントしています。これは分かりにくいかもしれませんが、性能的には最高級品、いや最高峰といえるものになっています。村田製作所、巨額の戦略投資。村田製作所はここまで積極的な巨額投資が目立つ企業です。2023年3月期からの3年間で、通常の設備投資とは別枠で戦略投資に合計2300億円を投じています。その内容としては新技術獲得、デジタル変革などであり、 M&A を積極的に行っています。さらに今回新たに発売する積層セラミックコンデンサーの分野には、設備投資には6400億円を投資しています。需要の拡大が見られる積層セラミックコンデンサーについては、タイで増産を行うとして、チェンマイ近郊に置く電子部品工場近隣の土地を購入し、約120億円を投じて延べ床面積約8万平方メートルの新棟を建設します。稼働については23年10月を予定しています。事業戦略の中では、積層セラミックコンデンサーを含むソリューション提案を主とした新事業で、31年3月期に売上高1000億円規模に育てる方針です。これまでのハードウェア事業からソフトウェアを含むソリューション事業への転換を狙うと発表しています。村田製作所は京都府長岡京市に本社を置く電子部品メーカーで、電子部品を主力とする企業では世界トップクラスに位置しています。日本を代表する電子部品メーカーといえます。2020年12月には横浜市のみなとみらい地区に新たな研究開発拠点となるみなとみらいイノベーションセンターを開設するなど、話題を集めています。業界最大容量といわれる MLCC の性能。さて、気になる今回の積層セラミックコンデンサーの性能ですが、今回のポイントは車向けという部分です。自動車で使用することを考えた場合、高温環境での動作や耐久性、もちろんコンデンサーとしての性能も問われます。まず使用温度はマイナス55度からプラス125度で、寿命についてはプラス125度の最高使用温度、定格電圧の 1.5 倍の高温負荷試験において1000時間を確認したとしています。 MLCC の需要予測。電子機器の中で積層セラミックコンデンサーは産業の米とまで言われるほど広く利用されています。例えばテレビ受像機1台あたり200個から300個程度、スマートフォンでは1台あたり1000個程度の積層セラミックコンデンサーが使われています。また電気自動車であれば1台あたり1万5000個を超えると言われています。実際、積層セラミックコンデンサーはスマートフォンなどの需要が伸び続けていることに加え、車載需要の急増でタイトな需給状況が続いています。自動車搭載用という部分だけで見ても、積層セラミックコンデンサーは電装化の進展や先進運転支援システムの搭載数増加もあり、使用数は増加しています。さらに自動車業界はガソリン車からの脱却が叫ばれており、電気自動車となればさらに多くの数が使用されることになります。ちなみに現状でも積層セラミックコンデンサーは
3000から8000個が使用されているとされますが、電気自動車であれば1台あたり約1万5000個と言われ、単純に倍以上です。通信の世界でも 5G 技術の導入により、高温対応、高電圧対応、低配化の要求はさらに高まり、より高品位な積層セラミックコンデンサーが必要とされます。またその数を揃える必要にも迫られています。このようにこれからも非常に積層セラミックコンデンサー需要は高まるとされています。むしろそれを供給できるのかという問題が産業界ではささやかれる状況です。もし供給が間に合わないということになれば、産業界が受ける影響は甚大なものとなると言われています。この構図、どこかに似ていると思いませんか？そう、現在の産業界が苦しんでいる半導体不足問題です。自動車業界も半導体不足によって生産を減らしている状況にあります。この構図に非常に似ていると言えます。半導体不足は大きな問題となっており、現在世界中で争奪戦の様相を呈しています。さて、この分野は日本の企業が多くのシェアを占めている得意分野であり、特に村田製作所は高いシェアを獲得しています。2020年はコンデンサー分野で村田製作所は6000億円を超える売り上げを記録しています。村田が作る MLCC の未来、今後積層セラミックコンデンサーが負う役割はどんどん大きくなっていきそうです。なぜならば、高性能の積層セラミックコンデンサーでなければ、スマートフォンに対する消費者ニーズに応え、困難な技術課題を解決することができないからです。情報通信の分野は凄まじいスピードで進化を続けています。特に 5G 技術が導入されることが間違いない状態であり、それに対応するハードウェアの開発と生産は急務です。電子機器が飛躍的に進化する背景には、常にそれを支える電子デバイスでの革新がありました。つまり電子デバイスの進化を支える電子部品の進化は絶対的に重要なのです。積層セラミックコンデンサーのトップ企業である村田製作所ですが、積極的な投資を行っています。当然、高性能の積層セラミックコンデンサーを開発するということもありますが、生産体制を整えるということも意識されています。代表的なものがタイの新工場です。滞りなく生産を行い、供給することができれば、製品である電子デバイスも大量に生産されることになります。大量生産に成功すれば、その分端末デバイスの価格も下がることは確実です。価格が下がれば、私たちの生活でも手に入れやすくなり、そのメリットを享受しやすい状況になります。これは資本主義経済の基本原理の一つでもあります。これは単純に私たちユーザーからすれば嬉しい限りです。村田製作所は、そういった通信インフラを支える企業として、しっかり供給するという責任を果たせるのかということと同時に、より高性能の積層セラミックコンデンサーを送り出せるのかという部分に注目していきたいところです。まとめ。ここまで村田製作所が業界最大容量の積層セラミックコンデンサーを発売したというテーマでお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。積層セラミックコンデンサーは半導体と並ぶ産業の米といえる重要部品です。積層セラミックコンデンサーは現在もですが、これからも大量に求められる製品です。今回は自動車向けの製品となっていますが、自動車向けという観点からも、特に電気自動車は大量に使用する製品となります。自動車業界は脱ガソリン車の流れが加速しており、電気自動車が次の主役となる流れとなっています。それだけに、大量生産されるであろう電気自動車の生産を支えられるのかというのが課題です。それだけに、積層セラミックコンデンサーに代表されるような生産に不可欠な部品の生産にも注目していきたいところです。テクノロジーという観点では、積層セラミックコンデンサーが進化することによって、これまでできなかったことができるようになるという側面もあります。革新的電子機器が生まれる可能性だってあるのです。私たちユーザーは製品に目が行きがちですが、それを支える電子部品の進化や企業の戦略によって、イノベーションが行われ、社会インフラが支えられていることも意識していきたいですね。それでは最後に質問です。皆さんは
村田製作所が新発売した積層セラミックコンデンサーについてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。